ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。いいバッティングされましたね。マリーンズ、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは西村。さあマリーンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。一発出れば逆転ですから、ここは慎重に低め低めですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の西村、この状況にどう対応してくるか。外外ときました。見逃せばボールかというところ、手が出てしまいました。これが3球目。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。低め見ました。ボールです。スリーボールになりました。打ち上げた、高く上がった。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、マリーンズが1点差を守っています。これから5回の裏、マリーンズの攻撃。バッターボックスは9番藤原。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。マリーンズ1点リードで迎える5回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、まだ1点差ですから、この辺りで追加点が欲しいですよね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。いや、あれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい、低めのストレート、ストライク。インハイ決まっています。ワンボールツーストライク。ボールになります。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。先頭バッター出ました。マリーンズノーアウトランナー一塁です。ここはうまく打ち返していきました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには岡。ここはバントでいいと。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。ナイスセーフ、盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。さあチャンスになりましたよね。やはり送り、送りバントだ。ファウルボールです。バントしました。あっと上げてしまった。あっとバント失敗に終わりました。さあそしてバッターボックスには藤岡が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。ストレート打った、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席には中村が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。
ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。バットを出しません。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。いい当たり、落ちた、ヒットになる。サードランナーがホームに帰っていきました。マリーンズ追加点を挙げました。3対1、さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。試合中盤徐々にリードを開いてきました。バッターボックスは4番山口。マリーンズこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。セーフ、インサイド落ちました。これはどうだ。ボールを拾って一塁を送ります。山口、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには茶谷が入っています。さあうちのボール打った、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回マリーンズ1点を追加しています。5回終わって3対1、マリーンズのリード広がっています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、得点圏にランナーを置いてここはしのぎます。先制のピンチをしのぎます。2回の攻撃、一打先制のピンチ、7番韮澤、初球を叩いてタイムリー。マリーンズ先制点を奪われます。しかしマリーンズ負けていません。追いつくチャンスを迎えて8番バッター佐藤、追い込まれてからのタイムリー。マリーンズここで追いつきました。チャンスの点、3回の裏、勝ち越しのランナーを置いて3番中村、ここで犠牲フライ。マリーンズ勝ち越しに成功しました。4回の表、このピンチの場面、外野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。5回の表、ピンチの場面だったんですが、しかしここは内野フライに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。裏の攻撃、サードランナーを置いて3番バッター中村、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。マリーンズ1点を追加します。ゾゾマリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃、バッターは DH 松山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズリードで迎える6回です。インサイド落ちました。ヒットになりました。松山、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番坂倉。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ファースト弾く、ボールを拾って一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の堂林。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。左中間へ、さあ面白い当たりになっている。センターフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の菊池。ツーアウトになっています。小宮山さん、まあここを踏ん張れるかどうかでしょうね。ここは力を見せてほしいですよね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。変化球でまず空振りです。ボールになります。さあ3球目は何か、手元で小さく変化しました。空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。内のボール打っていった、高い打球になった。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対1マリーンズがリードしています。カープ6回の裏、カープに選手の交代がありました。代打いたしました、堂林。そのまま6回の裏マリーンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の角中。マリーンズリードで迎える6回の攻撃です。インサイド変化球決まっています。外は入っています。ノーボールツーストライク。ライン際に打球が飛んでいる。わずかに右に切れました。ファールボール。インサイド変化球外れます。打ちました、西川。アウト、ワンアウトです。バッターは7番大下。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。まあやはりだんだんキレがなくなってきている印象ですから、ここはチャンスでしょうね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。6回終了3対1マリーンズがリードしています。ゲームは7回の表です。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスデイビー。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがレフトフライに倒れています。
マリーンズリードで迎える7回です。素晴らしいコントロールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。デイビー、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあこの終盤ノーアウトのランナーを一塁に許しています。バッターはバントしました。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ランナー送りバント失敗で進めることができませんでした。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。これが4球目。打ち損じを狙ういい変化球でしたけどね。はい、これで2ボール2ストライクになりました。